朝の交換風景駅前風景、吉野川をまたぐ、触れ合い橋が奥に見える穴吹駅は、徳島県美馬市穴吹町穴吹矢座岩手にある四国旅客鉄道徳島線の駅。駅番号は B16。美馬市の代表駅で全列車が停車する。徳島線のほぼ中心にある拠点駅で、当駅から阿波池田駅方面は、列車の運行本数が半減する。なお、 2018年3月17日改正ダイヤ時点では、最終列車の終着時刻が日付を超えた0時34分で、徳島県内では最も遅い時間となっていたが、この時間帯に当たる列車が、阿波川島駅発着に短縮された2020年3月14日、改正ダイヤでは23時55分と当日中の終着となっている。駅が開設された当時の穴吹周辺は、 山間部で生産された愛を集め、吉野川の周運で徳島方面へ輸送する拠点だった。鉄道が開通したことによりこの輸送は鉄道に転換した。広い構内は貨物輸送を行っていた時代の名残である。1950年頃、駅前の和菓子店、日の出本店が駅構内でぶどうまんじゅうの立ち売りを始めて評判となった。しかし自家用車の普及で、 鉄道利用客が減少したため、1980年頃に立ち売りはなくなった。島式ホーム一面2線を有する地上駅。古線橋はなく、駅舎とホームは校内踏切で結ばれている。木造平屋建川ラブキの駅舎中央には民営化後の改装で取り付けられた三角屋根がある。直営駅で緑の窓口が設置されている。 窓口営業時間は7時18時30分。また、男女共用の組取式便所が置かれている。線路沿いには、筒子が植えられており、4月下旬から5月頃に、見頃となる。阿波池田に向かって、右側が一番線である。当駅で折り返す列車が多いため、使用ホームは、一定していない。1日平均乗車人員は、下記の通り。三市穴吹町地区だけでなく、 対岸の見馬し、脇町地区の玄関口となっている。ありがとうございます。